猛烈な台風2号は、今日午後3時現在、フィリピンの東の海上を1時間に20キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は905ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は60メートルで、今後、南西諸島の南へ進んだ後、動きが遅くなる見込みです。県内沿岸は台風によるうねりが入っていて、 次第に波が高くなる予想です週末は海のレジャーなどに注意が必要です